してタケルです。そしてはい、今入ってたのでしょうか。はい、ということで入ってるのかわかんないんですが、今回はウルトラランブルをねまたやっていこうと思うんですけれども、はい、今回の企画は、父ちゃんが最近始めたと、まあ、僕たちも最近始めたばっかなんですけど、はい、父ちゃんは僕たちより遅めに始めてるわけで、はい、操作も全然慣れてないわけですよ。ようやく慣れてきてくれかなってとこなんですけど、はい、その父ちゃんを殺さずに死なずに優勝できるかチャレンジやっていこうと思います。イエーイ。なので優勝時、はい、やられちゃダメじゃない。復活すればいいんだけど KO は絶対ダメ。このダウンはいいけどダウンから必ず復活させないとチャレンジ失敗にします。はい、今回はつむぐ視点で、はい、つむぐ視点でやっていこうと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、行かれましたね。バイバーイ。はい、ということでじゃあ次行きましょうか。めっちゃ抵抗してる。あー、めっちゃおもろい。あ、死んだ。こんなもんか。めっちゃむずいこの企画。あー、バレてる。やめて。あー。さあ、ということで難しすぎるので、ただ優勝を目指すだけにしたいと思います。はい、でその中でもし生き残れたらラッキーみたいなね、まあ、そんな感じで守りはしない。もう守りはしないよ。だから僕は一人でデカボックスで言う。さようなら。あ、やっぱり終わったかもなんで一人で言ってるんだ。あ、やっぱり終わったかもしれない。これやばい。デカボックスが欲しいんだ俺は。やばい、これ絶対全員チームだ。終わった。ヘルプミー。あー、痛い。待ってー。大丈夫、まだ可能性は。痛んだ。カンタやめろお前。なんでカンタが私に攻撃を仕掛けてくるんだ。意味が分からん。その意味はよく分からん。ちょっと待て。アホゴミ。あー行くぞ。待て。うわー、ちょっと待って。どこまで落とすの。ちょっと痛い。俺は諦めないぞ。まず逆転の余地はある。ちょっと待って、このレカボックスがどうしても欲しい。このレカボックスがどうしても欲しいんだ。うりゃーと。あー、落ちた。赤は危険のだから。おらーまだ勝つ可能性がゼロじゃない。うわあ、だうえ。こいつら絶対チームだな。敵だと思って戦ってたの。ああ、やっべ、足引っ張ってる。あ、もういらない。僕もこの世から今消えてしまったからすまない。3対1対1対1だと、1対1だと思ってたら3対1だった。逃げ遅れは散らしといたぜ。悲しいな。まあしょうがない。草丸に隠れてる。レキと遭遇しましたね今そんなしがらきを怒らせました。グリグリなったダミーの関節がボキボキに。なんか潜った。なんか地面に潜ったぞ。なんだ今の。ああ、抵抗でシール割りきました。こっちだ。私こっちに移動します。目の前で。そして全員死にました。まだ諦めない。もう1試合するぞ。さあ、ということで何試合目でしょうか。これ5試合目ぐらいですかね。ちょっともうデカボックス行きたくないです。もうデカボックスに行きたくない。ちょっとデカボックスに控えめに行っとくから。ちょっと行っていいよ。つむぐのサポート。あ、いかんのかーい。いかへんのかーい。なんやねんそれ。ここで暴れよう。さあ行きましょう。かけると父が今逃れてます。やったね。そうだ、それだ。ここでいっぱい宝箱取ればいいんだ。アピール。やめてカンタ、待って、ちょっとすいません、ごめんなさい、ごめんなさい、カンタさん、カンタさんすみません、許して。使うやついるか、くれてやるよ。俺がもらう。エリアが動くぞ。良い子のみんなは。おい、誰かいる。逃げよう、逃げよう。逃げるか。どこ行った？どこで戦ってんの？一人倒してるし。待て。やらしてたまるか。ほらほら。あ、私が。あ、来たー。あれ死んでる。いやなんかいろいろいて。それを強化してないです。なんかいない。おちゃこちゃんがいるな。倒したんかい。カチャーンだってすごい。30秒でエリアが動くぞ。ほら。結構面倒なのに来ちゃったようだ。ちょっとまずいかも。逃げるか。シール降りだね。逃げるぞ。撤退。じゃあ僕が回復するからそこで待ってて、何も飲まないでいいよ。そんな形で、あ、そう、当たってない？どう？当たってない？マジか。動かないか。そのいるところにブーンで投げてたら適当に当たんないからな。ああ、後ろから言い出来てた。気づかなかった。クソ。どうしよう、あいつ上行ったらいいな。あ、なんかいる。なくなれ。避けられるか。じゃあ死ね。死になる。めっちゃ走って逃げてた。どうする？走んな。助けろ。うら。死ぬ。HP。避けられるか。じゃあ死ね。倒してる。ナイス。が死ぬんだよね、僕たち。ごめん、死んだ。いかれた。来た。来てない。なんか僕生きてる。このギリギリ。おはようございます。ブルスウルトラこんにちは。痛い。ちょっと待って、なんかずっとぐるぐるすんだってね。うぜえ。死んだんだけど。どういうこと？いや、死んでない。まだなぜ私は生きている？ なぜ私は生きているの？まだどこにいるかわからない。助けて。嫌だ。ほっちょっと画面が暗くなってる。はい。トウヘイヤーバゴーン。コンティニューさせてくれよ。叩きを。誰か蘇生頼む。まだ諦めたくねえ。残りチームはリレーのお知らせだ。負けました。ねえどうじゃん。今 HP ない。何してんの？HP を回復してからじゃないの。シールドはね、貫通するから。そうそっち行ってもいいね。セーフエイ。あがけ頑張れ。お前が30秒前になったらまた告知してやるよ。ギリギリ間に合いませんでした。さあ、ということでラスト試合やってまいりました。これデカボックス取りたいよね。いや、さっきクロちゃんが戦闘中にもかかわらず取るからいけなかったの。一人にいないようなもんだから戦ってなかったから。戦いを沈めてから開けないといけない。そう、みんな殺してから。そう、みんな殺しにしてからじゃないといけないから。そう、この今4人来たけど、4人来たけど、多分4人ってことは3対2対2なの。圧倒的に勝ってる。うん、なんでこれは私の勝ち。多分ね、つもがね思うんだけど、あれなんだよ。誰だよ。違う、相手のデカボックス。やばい、逃げろ逃げろ、逃げていいよ。自分を軽く確実に敵の攻撃、みんな注意して。じゃあ後ろから出てる。助けて、誰か助けて。こんな時に当たって。僕の手だ、そこに止まってて、今助けるから。もっと一斉にそれでもう一度逃げるぞ、逃げるぞ、逃げろ。ああ痛い痛い痛いああ今度はつぶくが、ああ一瞬で死んだ。回復して敵の攻撃だ。だって悪い。おおここらが潮時か。はい、ということで今回のウルトラランブル動画いかがだったでしょうか。この動画が良かったと思ったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回のおレベルアップや。おお、ダビの炎がということでバレてますがということでね、なぜかバイバイしようと思った瞬間に紡ぐだけを回復させることに成功してしまうという、はい、フラグみたいになっちゃいましたね。なんかいっぱいいますね。あいつらが潰し合うのを待ちましょう。だいぶまずい、だいぶまずい。降りちゃまずいかもしれない。上行けそうだな、なさそうだな。うるせえ。あ、いるいる、誰か誰かいる。誰かいる。大丈夫。今来たよ。マジか。開いた。開いた。開いた。来た。キルシューたちが。死んだ。何？やっぱりな。ナイスバイトだったね。消えてなくなれ。ゴミを一匹ぶっ壊して負けにつながるから気をつけろよ。消えてなくなれ。おうの3対1、やばい。3対1です。無理です。ああ